観念訪問に曰くまた先のごとく真相等の光いちいちあまねく実法世界を照らすただもっぱら阿弥陀仏を念ずる衆生のみあってかの仏の信仰を常にこの人を照らして称号して捨てたまわずすべて世の造語の行者を称称することを論ぜず私に問うて曰く仏の光明をただ念仏の者のみを照らして有用の者を照らさざるは何に心ありや答えて曰く月齢にやり一つには新年等の賛儀門のごとし二つには本願の曰く余行は本願にやらず故にこれを称称せず念仏はこれ本願なり故にこれを称称する故に禅道歌唱の六字来賛に曰く皆の神式本線のごとし総合の光明実法を照らすただ念仏のみあって交渉を被るまさに知るべし本願最も強しとなすまた引くところの門の中に自由の修善はこれ善と名付くという言えどももし念仏に比すれば全く卑怯にあらずというなりでは心にはこれ浄土門の所業に訳して披露するところなり念仏はこれすでに210億の中に選出するところの妙行なり諸行はこれすでに210億の中に戦車するところの素行なり、故に全く卑怯にあらずという。また念仏はこれ本願の行、諸行はこれ本願にあらず、故に全く卑怯にあらずという。